私はパニコ、32歳、新卒で入社した会社で同僚のみんなと仲良く働いています。入社してから10年経つけど、そこまで大きな問題が発生したこともないし、本当にいい会社だなって思っていました。でもそう思えていたのも数ヶ月前までで、最近は問題が多々発生しているんです。実はね、つい最近異動してきたユミコさんという上司がかなりのくせ者でね、自分が上層部の人間だからって誰にも怒られることなく好き放題。そのせいで最近は部署内がピリついて雰囲気がものすごく悪いんだよね。この間も由美子さんに呼び出されて、私はこんなことを言われたんです。パニコさん、この仕事を今日中にやっておいて、遅れるとかは絶対なしね。え、 あの私は他の仕事で手一杯なので、今日中にというのはちょっと。何よ、私の指示が聞けないっていうの？上司の指示を断るなんて、あなた会社に何しに来てるの？そんなことをしていいと思っているのかしら。でも少し前に由美子さんから振られた仕事もまだ残っていて。あんなものも終わってないのはあなたの努力が足りないからでしょ。あー、まったく、なんでうちの会社はあなたみたいな人を雇っているのかしら。でも言い訳しない。お言葉ですが、由美子さんに以前の仕事を振られた時もすでに手一杯だったんです。うちの部署が人手不足なことは由美子さんもご存知ですよね。人手不足だからあなたに仕事を振ってるんじゃないの。上司の私はあなたよりもっと忙しいのよ。でも私たちは毎日のように残業してるのに、由美子さんは。私が何よ、残業が少ないって？当然じゃないの、下っ端とは違うわ。そうやって上司の気持ちも汲み取れないなんて、あなた今まで何を学んできたわけ？すみません。もう何を言っても無駄だろうから言い返すのやめましたよ。やっぱ譲って、由美子さんも残業して頑張ってるなら話は別よ。けどね、由美子さんは私たち部下に仕事を押し付けて、自分は定時で上がってしまうんです。だから私だけでなく部下たちはみんなやる気を奪われてしまっているのよ。だけど思わず下を向いた私に、由美子さんはダメ押しをするかのようにこう言ったわ。ま、あなたたちみたいな人間が何人もいたところで仕事がはかどるとは思えないけど、そもそもね、上司の私と部下のあなたたちが同じ仕事をしないのは当然よね。なんで私があなたたちと同じ働き方しなきゃいけないの？私のような働き方に憧れがあるならさっさと昇進したら。とはいえ、この程度で値を上げているようじゃ無理だと思うけど。腹わたわにえくり返っていましたが、私は黙って由美子さんに一礼すると自分の席に戻りました。そして悔しい気持ちをこらえながら押し付けられた仕事をこなしたわ。この環境がより辛く感じるのは、由美子さんの前にいた上司がすごくいい人だったから。前にいた上司は由美子さんにはめられたみたいで辞めてしまったんですよね。部署内はみんな由美子さんに対して不満だらけ。でもね、会社の上層部と太いパイプがあるらしい由美子さんには誰も文句を言うことができずにいたんです。そんな悶々とした日々を過ごしていたある日のこと、私は休養があると由美子さんに呼び出されたのよ。嫌な予感しかしなかったけど、とりあえず話をしてみることに。お呼びでしょうか？ああ、あのね、私が担当してた仕事でさ、ちょっと取引先の間に問題が発生したの。はあ。発注ミスっちゃってさ、私は手が離せないから取引先に行って謝ってきて。はい？私がですか？そう、許してもらうまで帰ってこなくていいから。ちょっと待ってください。何よ。私は関わっていない仕事ですよね。そうだけど何？いや、それなのに私が謝罪に行くのはおかしくないですか？別に頭下げるのは誰でもいいんじゃないの？
そんなわけありませんよ。逆にそんなことしたら先方を余計に怒らせちゃいます。由美子さんが自分で謝罪に行くべきだと思うんですけど。は？あなた何様？私は上司よ。あなたは黙って私の言うことを聞いていればいいのよ。それが部下の仕事でしょ。そんな。それにさ、あいつだるいんだよね。取引先は頭の固い人が担当でさ、顔見るのも嫌なの。だからってそんなわけには。そんな不義理を働いたら取引先に見限られますよ。だからあなたに謝ってこいって言ってんじゃない。あなただっていくら仕事ができないとはいえ謝るくらいできるでしょ。はぁ、とにかくあなたの責任で謝罪してきなさい。できないとは言わせない。今までなんとか会社のためだと頑張ってきたけど、いい機会かな。もう我慢の限界でした。私はあまりの言い草に思わず少し声を荒らげて言い返したの。あの、それはさすがに私にも取引先にも失礼すぎませんか。由美子さんが担当して由美子さんがミスをしたんですよね。だったらしっかりと自分で取引先に謝罪をするべきだと思います。私がそう言うと由美子さんは顔を真っ赤にして怒り始めました。は？何よその口の聞き方。部下のあなたにそんな指図をされる覚えないわ。そんな口聞いていいと思ってんの。ただじゃ済まないわよ。それは脅しですか。何と言われようと私は間違ったことは言っていません。人として一社会人として謝罪はご自身で行くべきです。偉そうに。もう許さない。私に盾ついたこと後悔させてやるんだから。それなら私も人事に報告させていただきます。やれるもんならやってみなさいよ。あんたみたいな下っ端一人が騒いだってどうなるもんでもないわ。そんなことしたところで時間の無駄ね。それはやってみないとわかりませんよ。後悔するのは由美子さんかもしれませんね。どんな処分が下ったとしても私は知りませんからね。人事が私に処分なんて出せるわけないでしょ。私は上層部とつながりがあるし、お偉いさんたちに気に入られてるんだから。そうですか。では私の方もできうる限りの手を尽くすだけです。失礼します。私はここで話を切り上げて由美子さんの前から立ち去りました。仕事がまだわんさか残っているのにこんな無駄話に付き合ってる暇ないのよ。取引先への謝罪の件については他の部署にも影響があると分かったため、私と他の部署の責任者、それから由美子さんの下で取引を手伝っていた社員で謝罪をしに行くことに。幸い取引先が由美子さんの態度の悪さに気がついていたことと、私たちの真摯な心からの謝罪を受け入れてくれて、なんとか事なきを得たわ。あの人のこと、これはどうにかしないといけないわね。その日から私は由美子さんをギャフンと言わせるために計画を練ることにしました。それでね、まずは由美子さんが担当している取引先を徹底的に調べてみたんです。まだうちの部署に来てから日が浅いから由美子さんが関わっている取引先をよく知らなかったからね。そしたらね、驚愕の事実が判明。なんと由美子さんの担当している取引先の中に兄のパニーが働いている会社があったのよ。パニーからうちの会社と取引をしているとは以前から聞いていましたが、私の部署は全く関わりがなかったの。まさか由美子さんが担当しているとは。そこでパニーと話をしてみることに。なんだかアドバイスをしてくれるとかで姉のパネーも来てくれたわ。うちの上司がね、カクカクしかじかでほんと困ってるのよ。なるほどな、そりゃひどい。見える、見えるわ。パネー、私どうしたらいいかな。そうね、やめちゃえば。でもな。だってそんな上司を野放しにしている上層部も同類ってことよ。そんな会社に未来あるかしら。私の力を使わなくても簡単に予測できる未来じゃない。確かに。だな。パニコの会社との取引担当してる同僚にも聞いてみるけど、まあ聞くまでもないかもな。その人をどうこうするんじゃなくて自分が成長できるステージに行くってことか。そうよ。懲らしめたらすっきりするかもしれないけど、
逆に言うとそれだけしか得られないもの。パニコはパニコ自身がいい方に行くように行動すべきよ。うん、そうだよね。ありがとう、お兄ちゃん、お姉ちゃん。こうして兄と姉に相談をして心がすっきり晴れた私、翌日会社に行って速攻で由美子さんに言ってやりました。私、会社を辞めます。は？ちょ、な、何言い出すの？一晩考えて決めました。私、会社辞めて起業します。は？あなた、正気？私は前からやりたかったことに思い切って挑戦してみることにしたの。起業してどれだけやれるか挑戦してみたい気持ちはあったの。でも、なかなか一歩が踏み出せなくてね。これがいい機会だって思ったのよ。すると、私と由美子さんの会話を聞いていた部署の同僚たちが集まってきて、衝撃的なことを言い始めたんです。同業種？人手が必要なら私たちもついていくわ。俺も。うん、私も。パニコさん、私も一緒に行きたい。もう雑用やミスのカバーはうんざり。お給料安くても頑張るからパニコさんと一緒に働きたい。今やってるのは仕事じゃないもんな。俺もパニコさんと挑戦したい。パニコさん頑張るから一緒に連れて行ってください。みんな。同僚の温かい言葉に涙が出そうでした。最初は一人でスタートしようかなと思っていたけれど、もちろん経験者の人手が多いに越したことないですから。しかし由美子さんはこう言いました。ふざけたこと言ってんじゃないわよ。そんな夢みたいなことが現実になるわけないでしょ。あんたみたいなのが起業してうまくいくわけないわ。どうせすぐに失敗してこの会社に泣きついてくるわよ。倒産してまた泣きついてきても助けてやらないからね。あなたとこの会社の助けだけは何があっても借りないのでご安心を。はあ？私は退職届を叩きつけてやりましたよ。でもね、さすがに自分が管理していた部署の人たちが全員辞めてしまったらただで済まないと思ったのでしょう。由美子さんが私たちに頭を下げてきました。わかった、わかったから。悪かったわ、謝るから。これからはミスや仕事を押し付けないから辞めないで。今までは私が悪かったって認めるから。今さらそんな謝罪に何の意味もありませんよ。それじゃ。そんな。そして私は宣言通り会社を辞めたわ。同僚たちも次々に辞めたの。由美子さんはさすがに責任を追及され、会社内で調査が入ることに。結果、今回の件だけでなく勤務態度や部下への扱い、さらには上層部の一人と不倫関係にあったことなどがバレちゃってね。取引先からも由美子さんについての苦情が入り、パニーの会社との取引も抹消されたのよ。というわけで由美子さんは降格と地方左遷という処分が下されることに。だけど社内で白い目で見られ、結局無断欠勤を繰り返しクビになったわ。不倫の慰謝料と会社からの損害賠償、さらには前の上司からも訴えられ多額の借金を背負ってしまったとのこと。借金の額は一生涯を返済に費やしても返せるかどうかだとかで、海外の農園に連れて行かれるか漁船に乗せられるかって話も出ているみたい。まあ私には関係ないし頑張ってほしいものです。元いた会社も業績不振で倒産に追い込まれましたよ。そりゃそうよね、管理がずさんだもの。パネーの言う通り、そもそもあんな会社に未来はなかったのかもね。一方私の立ち上げた会社は順調。みんなについてきてもらった手前、不安がなかったわけじゃないけど心強かったのも事実。今はとてもいい環境で仕事をさせてもらっているわ。パニーの会社とも今度取引できるかもしれないの。今日は相談に乗ってもらったお礼にパニーとパネーを食事に誘ったの。いろいろとありがとうね。雨降って地固まるってやつだな。よかったじゃないか、思い切って。うん。あら、私は最初から見えていたわよ。パニコならきっと成功するって。パネーはそう言うと静かに笑いました。あ、見える、見えるわ。え、何が見えるの？パニコの会社、3年以内に大きく成長するみたい。
ただし油断は禁物よ。誠実さを忘れずに取り組むこと。わかった。じゃあますます頑張らなくっちゃね。いしし。すでにエンジンが壊れ